さっきの写真と実物とはどうだろうかなと思っているところでございますが。はい、いただきます。今の性格組合は50年を祝いされるこのような催しが次々と行われているわけですから、それはちょうど我々の先輩が50年前、議員立法によって、改営法を作った。ハートフル美容師っていうのはかなりの数が全国で今資格を取られたんではないかと思っております。先日も民放のテレビを見ておりましたら、介護施設にいる女性の方がですね、どうしても美容師さんに連れてってくれと。で、そのハートフル美容師さんなんでしょうか、そのただ髪の毛を洗ったりセットをしたりするだけではなくて、おばあちゃん綺麗になったねとかですね、もう非常にその心のケアをされているのが印象に残りました。全日本美容業同業者生活衛生連合会、全美連の設立50周年が開かれました。私も小泉厚生労働大臣時代に知事免許から厚生大臣免許に免許を変えるお手伝いをさせていただいたり、さまざまな仕事を先生方とさせていただいてきたことを、この50年の区切りに挙げております。美容の質が変わってまいりました。きれいに繕うことから心のケアまで、この美容師の皆さんがやっていく高齢化社会の中で、そんな仕事も美容師の皆さん方の仕事になってきたことが、時代の変遷を物語っているのではないでしょうか。